ここでは不動産のの譲渡にかかる税金の特例を理解していいいたただきたいと思いますまずは買い替え特例について前回ライフスタイルの変化に応じて住宅を買い替えるニーズに応える目的で3000万円特別控除の特例や軽減税率の特例が作られたことを学びましたが税金を払うとどうしても買い替えるための資金が少なくなります。そこで 3000万円特別控除の特例や軽減税率の特例を使う代わりに特定居住用財産の買い替え特例を使うという選択肢が用意されましたこれは居住用財産を売却した際に一定要件を満たすと譲渡益を将来に繰り延べることができるという特例です特例の仕組みを例を使って説明しますと例えば 1,000万円で取得した住宅を5,000万円で売却した場合譲渡益が4,000万円発生しますがここに税金をかけてしまうと手元のお金が少なくなくってしまいまいすそこで住宅の取得を促進するために新しく家を買うのであればこの時点では税金をかけないというのがこの特例の趣旨です。そこで手元ににある売却代金5000 2000円に 2, 万円を加えて 7000万円の住宅を買うと、新しく買った家の取得費は、元々の取得費の1000万円と、新しく追加した2000万円の合計3000万円と考えます。画面の青い部分がそうです。そして、この後もし買い替えた家が8000万円で売れたら、取得費は3000万円なので、上等益は5000万円という風に、1回目の売却益と2回目の売却益が、 同時に課税される仕組みですですから譲渡駅を非課税にすることができるわけではないので気をつけてくださいこれはあくまでも課税の繰り延べです次は空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例についてこれは相続または遺贈により取得した非相続人の居住用家屋またはその敷地などを売却した際に一定要件を満たすと 譲渡所得から3000万円を控除することができるという特例です住宅ローン控除と合わせて適用を受けることができますが取得非加算の特例とは合わせて適用を受けることができません次は相続税の取得非加算の特例についてこれは相続や遺贈によって取得した財産を一定の期限までに売却した際には 支払った相続税を取得価格と考えて、譲渡所得を計算するという特例です。取得費が増えますから、所得が少なくなって、税金が安くなります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。